まずですね、これ薪に火をつけなきゃいけないんですけど、大体皆さんこう新聞紙適当にこう入れるじゃん。違うんですよ。三角形にしなきゃいけない。三角形にして火つけてこられる。ごめん、ちゃんとやってる時に。ごめん、ちゃんとやってる時に入ってきた。なんかやってる時に。ごめん。ラフな感じに入ってきちゃってごめん。どのぐらいがいいとかありますか。いや、もっと本当はあの割り箸ぐらい細ければ細いほど一番最初つけるのがいいんですよ。ちょっと太いんで、まあ、細くはできない。巻き割りあればいいんですけどね。まあ、とにかく小さくして、でこれをまあ新聞紙三角にして、で燃えやすいものを三角にして、これをなんか矢倉を組んでいくみたいな感じで。あとは割り箸あればこう割り箸サイズでやっていくのが一番火がつきやすいんですよ。これあれですよ、山の中で遭難した時とか使えますからね。だからこう山の中入る時とか使わなくても1枚2枚ぐらいこう新聞紙リュックの中入れてると困った時役に立ちますから、ね、新聞は寝る時とか。これでつけていきます。邪魔くせえな。煙越しの石垣ってなるの。することによってすぐつきますね。すぐつきますね。こうやってすごい。しかもなんか三角にしてるからトルネード状になるんだ。そうですそうです。もう下から空気を入れて、あとこのもっと細ければこの木の方に火が移りやすいんですけど、ちょっと太いからどうなるかっていうところ。キャベツ。はい。適当。ほぼ適当で。適当でいいの。早くから。あとスープに入るみたいな切り方で野菜は。そうそうそう。ベースのスープを作ったらこうバケットを並べてその上にとろけるチーズ、まあもう好きなだけ乗っけちゃう。そしてハイライト。ハイライト。クラウドしてチーズ。あとはもう上から。炙りだ炙り。こんなやっちゃうんすか。炙りサーモンね。違う違う。炙りサーモンじゃない。ねえ、まだくっついたペーパー。見てわかんない。ねえこれ。まあ、うまそう。デブがいらない。デブじゃん。食ったらなんていうの。デブじゃんこれ。うめえな。うわいいね。絶対うまいでしょこれ。通知がそうだね。うわうわうわ。すごいね。パチンコ何袋ですか。一袋。一袋。もうあれあればもっとあった方がこう。チーズ好きな人は。えでもないの。もうない。もうない。チーズ好きな人いたわ。言葉では言わない。いた。すぐ近くにいた。一番気難しいからな。あとはお好みでパルメザンとかこう。パルメザンあんの？持ってくるやつね。パルメザン食うのかよ。帰る。そんな好きだった。そんな好きです。あんまりやりすぎると焦げちゃう。あ、いい具合じゃん。で、これもう混ぜるんでしょ。あとはもう好きにスープと一緒に予測でもらって。おい、行くわ今。逃げてくる。逃げてくる。チレチレ。チレチレ。で、あと好みで。ブラックペッパーを振り、いいね、いいね、やった、うまい、うまい、うまい、うまそう。あと彩りでパセリをこう振ってもらえるとこう綺麗に。あ、いいね。あ、いいね。いいね。映えるね。緑が映える。伊藤なんかこういうの一個思いつかねえの伊藤は。ここで一個。